実質負から引くということは決して必須なことではないと思っています。今の時代は進化した印刷技術もあって、まあ、それが引きやすいこともしばしばあるんですけれども、ただこういうふうにバッハが実際に書いた譜面を見ますと、その縦と横がきれいに直角になっている現代の印刷と違って、彼の書こうとしたエネルギーっていうのがもう見えてくるんですね。バッハの8分音符を見ますと、弓なりにこう桁がつながってるんですね。でこれはもう本当に演奏するときにインスピレーションになるものです。そうですね、まあ、実質譜を見ますと、同じページにプレリュード、アラシテレ、ファンタジアからフーガまで続けて書かれていますので、まあ、これは明らかにセットで書かれていると思います。この曲は私が最もこう引きつけられる作品なんですね。それはもう本当に直感的なものなんですけれども、ファンタジアの方を見てみますと、例えばいきなりこう滝の水が落ちるようにですね、こうしたらこの左手が今度こういうふうに、アルペジオに対して音階で会話すると、もう最初に非常に激しい会話が始まりまして、こう下向きのエネルギーで最初始まるんですけれども、今度はその、すぐ後にはっていうふうにこう今度は登るようなエネルギーと、もう登って下ってって、もうすごく激しい、このパッションがですね、私の心を捉えて離さないというところですね。で今度はフーガを見てみますと、フーガはもちろんテーマに半音階がすでに入っている。これを、装飾入れてっていうふうに半音階からできているテーマなんですけれども、これが組み合わさっていったときにですね、どうなるかというのを見てみましょう。ここは今トタン調にいるっていうのが分かる状態なんですが、で3番目のテーマが出てくるとこういうふうに破タン調に戻ってきた。ここまではいいんですけれども、この先、これはですね、もうどの調に行ってしまうのか本当に聞き手が分からなくなってしまうような、この、転調ですね。もう一回聞いてみますと、このこれは本当に例外的な、もう他で見ることのできないような進行です。非常に超、まあ、なんていうんですかね、和声的なテーマが出てくるんですけれども、まあ、これによって、まあ、このフーガはもうとても長大なものであるってことが、予感させられています。でその中でですね、最後にこう突然義衆詩のように終わってしまう、ここで筆は止まってるわけなんですね。でこの最後の音符は全部四分音符で書かれていまして、これを見ると、まあ、バッハはもしかしたらもう意図的にここでやめたのかではないかと思わされるぐらいですね。ここまで、入り組んだテーマだったから、もしかしたらバッハにとっても難しすぎたのではないかという、大胆な予想すらできてしまう、ちょっとこれをですね、バッハが望むように保筆するというのは難しいのではないかなというふうに思います。